今回はこちらのキャンディーを作ります。ハロウィン飾りなどに貼り付けたりしてご利用ください。材料はお好きな色の9ミリモール1本になります。まずこちらの端からだいたい2センチくらいのところを折り曲げます。そしたらこの2センチとだいたい同じぐらいの位置のところを下に向かって折り曲げてください。そうしましたらまた折り曲げた部分から今度は5センチほどいったところ、こちらを押さえてもらって上に向かって折り曲げます。そうしましたらこれと同じ長さの部分をこちらの角から2センチほど上のところ、こちらを下に向かって折り曲げます。蝶々のような形ができました。中心部分を押さえていただいて残りのモールを上に折り上げます。このモールをぐるぐるっと真ん中に巻きつけてもらいます。ふんわりとなるように巻いてください。4回ぐらい巻けると思います。残りは後ろに折っておいてください。た部分をちょっと真ん中に寄せます。こちらにちょっと空間があるので角と角の真ん中ら辺をちょっと折って空間をなくします。こちらもちょっと折り曲げて空間をなくします。こちらでキャンディーが完成です。